サム。君の悪い山に行ってサム助けてこっからずらかる、うん、明日には全て解決っと。よしいいぞ、追跡再開。足跡はここまで。あー、クソ、どっちに行った。一応生きてるってことか。よかった。あったらボコボコに。これバーンズの魔法。欲しかったけど残念。もう少しのところで命を落とした。またアシャ。じゃあ行くか。サム。よし、できるはず。できるって。うわぁ、やっべぇ。うわぁ、うわぁ、やべやべ。うわぁ。やった。死ぬかと思ったけど、生きてる。やっぱこれ降りなきゃダメ。おい、マジかよ。これやったわけ？ねえ、まさかな、違う道見つけたんだろ？あんま言いたくない道ね。これで最後です。よし、急げば追いつけるな。サムめ、ボートを盗みやがったな。エブリーの船だ、行くぞ。やめな、帰るよ。なんだと？大勢の仲間が死んだ。他の奴らは帰ったよ。あれを見ろ。いいか、ゴールは目の前なんだぞ。
洞窟はあのイカれた海賊の罠だらけ。私はあの船には行かない。ナディーン、今ここで逃げ出したらお前の部下の命やこれまでの全てが無駄になるんだぞ。もう金は山ほど手に入れたろ。それに命があれば儲けもん。部下に見捨てられるはずだ。なんだって。今まさに歴史を変えようっていうのに、お前はそんなはした金で降りるってのか。サムはその何倍も手にするんだぞ。奴が船から生きて帰れるなら持ってきゃいい。その資格がある。あんたと違ってね。いいか、ここで一日中罵り合うか、本来の目的を達成。いや、終わりにするんだよ。悪いな、ボス。いいか、傭兵の世界ではな、忠誠ってのは買うもんだ、得るもんじゃない。さあどうする。俺と一緒に最後まで見届けるか、それともここで終わりにするか。歴史を変えに行くよ。そう来なくちゃ。さあどうぞ。